皆様おはようございます。ルミナスタジオバーチャルクリエイターテルナリコウヨウです。国道36号線を抜けないな途中で、道央自動車道へと突入いたします。久しぶりの超アドリブ北海道ですからね。今回はね、道東エリアへクリエイティブをハーベスティングする回、いや、ぼっちクリエイティブを語る回ってやつかな。到着いたしました。今回の超アドリブ北海道はこのシムカップ町からのスタート、シムカップ村、シムカップからのスタートとなります。もうここもね、何回も来てますよね。何回目 ?4 回目、まあとりあえずはシムカップの道の駅はこちら、事実上の商店街ポジションに位置するものです。このシムカップ村ショッピングモールでいろんな飯ですとかお土産物を買うことができるようになっております。で、時期が進むとここで噴水も、楽しむことができるという公園にもなっております。そして、この北の道、この奥へ進んでいくとトマムが存在するわけですね。今回なんですけども、高速で通っていくつもりではあるんですが、まずはね、トマムまで一般道を通っていきます。なぜかというと、俺トマムより先まだ見たことないんですよ。まあ、ちょっと時間の関係もあるんですけども、一般道まで進むのはトマムまでです。はい。というわけで、ここを右に曲がって、夕張新徳線、道に入ります。まあ、4回通過してるんですね。行ってみれば、トマムはまだ1回しか行ったことないんです。はい。毎度のダークソウルフードロップになります。もうね、だいぶね、これ使うの慣れたんですよね。さ、一応ね、U ダイヤとかもあるんですけども。そしてね、北海道唯一のトマム、星のエリアが、存在するのがトマムなんですね。なので、トマムはね、一回行ってみると楽しいと思います。まあ、お金ある人はね、リゾナーレ行ってみるといいかもしれないですし。リゾナーレか、2年前ね、トマム、3年前か、3年前トマム行った時ね、リゾナーレの値段見てね、ぎょっとしたんだよな。そしてこのね、北海道の一般道のドライブってさ、FF15 の感じがするんだよね。これね、トマム行った時もね、言ってたんだよ。FF15 のはこれ、FF、そう。ね。4人でドライブしたら絶対にファイナルファンタジーですよ、これ。あの時ハマってたな。80時間以上やってた気がする。はい、トマムに到着いたしました。まあ、通過するだけだから何も見えないんだけどね。ただ思うんだけど、星野リゾートさんさ、ぜひともトマムにベブ5をオープンしてほしいなって俺いつも思うんですよ。あれがあったらさ、俺毎月無理だけどトマム行くわ、絶対。はい。というわけで、ここ左に曲がるともうすぐに道東道に、入ることができます。道東自動車道ってね、インターとインターの間が長すぎるのと、あとは道中じゃないね。なんだっけ、距離制の課金が、どこだったっけ、十勝あたりまであるんで、相当高いんですよ。一般道で札幌南インターから、終点まで行こうとすると5000円超えるらしいです。もうこれはね、ETC 割引ないとやってらんないですね。だったっけ、7年前もそう感じたんだよな。はい、道東自動車道に入ってちょっと走ると、ここからね、大雪山国立公園が左手に見えるんですよ。こっちかな、こちらね。はい、新徳町でございます。まあこの辺りはね、俺下なんて走ったことないからね、ただ高速をダーって走るだけ。でもね、 あそこから見える町平野は、ここは
なんだっけ、トカチ清水だ、トカジ清水だ、そうそうそう。トカチ清水ではね、大変なことがあったからな、いろいろと。ああ、これ普通のコーナーになったんだ。まあね、高速道路を走りっぱなしだとさ、本当に何にも話すことないからね。まあ、いいんじゃないかな。こうやってさ、ほら、ルミナスタジオの実情だとかさ、やっていることだとかさ、そういうのをね、皆さんに教える機会っていうのを、こういうこと言われないと全くないからさ。まあ、悪くない。いいアイデア。これね、ファンクラブの皆様のためにも発表したんですけども、今年の、10月4日、ルミナスダイアリーシリーズが、10周年になるんですけども、それに合わせて、新シリーズ、奈良崎ルミのルミナスダイアリーシリーズ2をリリースいたします。ね、原点回帰っていうかね、リッチコンテンツになるかな、多分。すんげーリッチなルミナスダイアリーになるかと。というのも、まあ、俺 VTuber コンテンツでこうやってさ、やってるじゃないの。だから、ルミナスタイアシリーズもそういう感じにしたいっていうのは欲望としてあるんですね。まあ、俺は喋んないけど、まあ、声優いないけどさ、ちゃんとテキストベースになるのは間違いないんだけど、3D キャラクターが、実写のシーンを歩いて感じて、そしてテキストで喋る。あれですよ。どこでも一緒みたいな感じ。そう。ここは目室町ですね。目室町まで下ま、以前はね、下まで通って、そっからスノーピーク殺しにキャンプ場行ったんですよ。と。はい、帯広でございます。ね、帯広はね、この分岐点に行くと、まあ、無料の高速道路で行くことができるんですけども、帯広ってさ、有名な北海道ローカルのカレー屋のインディアン、ちょっと行ってみたいですよね。はい、音更町でございます。去年のキャンプの後に音更町なんですけども、くっそ風強かったんですよね。今年みたいに今年もね風強いんだ。まあ今の時期の北海道ってね、何にも草も花も生えてないからね。時計じゃねえか、花時計じゃねえじゃん、ただの時計だよ。あー大変な、まあ、去年もそうだけどね、予想をね、大きく外れるキャンペーンでしたね。さあ、まだまだ続くぞ、道東自動車道。